早速分かれ道が来たで。右か左か。皆さんこんにちは、チョコマロです。今日は滋賀県道の駅せせらぎの里コーナーに来てます。この道の駅にコスモス畑があるらしいんやけど、ちょっと情報収集のためにドッグランで聞いてみたいと思います。鬼山くん挨拶するか。皆さん、この秋の夜長、いかがお過ごしでしょうか。読書の秋、食欲の秋と申しますが、この令和の時代、YouTube の秋も追加いたしましょう。鬼山くん、オープニングから硬い。学校の校長先生みたいやんか。このチョコマロチャンネルは、皆さんのお役に立つ、時には面白い動画を配信してますので、よければチャンネル登録して僕とお友達になってください。よろしくお願いします。なあなあ、コスモス畑知ってる？コスモス畑？あかん、近寄ったらあかんで。絶対あかん。もう入ったら二度と戻ってこれへんで。そんなビビらせんといてえな。僕誰や思てる？チョコマロやで。チョコマロかなんか知らんけどな、あかんで。コスモス畑行かはんの？あそこはね、迷路になってるんよ。迷路？そう、迷路よ。アニアナくん、聞いたか？うひょー、迷路やって。チョコマロさん、あんまり調子に乗らない方がいいですよ。コスモス畑来たで。背が低いだけですよ。お花はもっと上に咲いてるんですから。まあええけどな、僕は迷路楽しめたらそれでええんや。パパ、僕についておいでや。早速分かれ道が来たで。右か左か。さあ、本当に大丈夫でしょうね。大丈夫や。もしピンチの時にはな、僕にはとっておきの技があるんや。少し安心しました。ほな行こか。パパついてきてる？子供さんいたで。ちょっと待って。あれ、ここどこ？みんなおらへんわな。僕がアホやった。あん時そういえば言うてくれてたやんか。コスモス畑あかん、近寄ったらあかんで。絶対あかん。もう入ったら二度と戻ってこれへんで。他にもコスモス畑行かはんの？あそこはね、迷路になってるんよ。それやのに僕は調子に乗って。僕誰や思てる？チョコマロやで。アンディアナくん、聞いたか？うひょー、迷路やって。チョコマロさん、一旦落ち着きましょう。これが落ち着いてられるかいな。チョコマロさんにはとっておきの技があるんでしょ？そうやったわ。写真ばっかり撮ってんと。パパ、ちょっと聞いて。あかん、足痛めた。パパ、抱っこしてくれ。チョコマロ、大丈夫か？骨には異常ないと思うんやけどな。一晩寝たら治ると思う。チョコマロさん、どんな技かと思ったらただの甘えん坊じゃないですか。僕を誰や思てる？チョコマロやで。コスモスの迷路で迷子になりましたなんかよう言わんわ。 YouTube で動画アップされるんでもうバレバレですよ。ほんまやな。パパ、もう抱っこええわ。
しです。チョコマロさんは本当に憎めないお方ですね。そうか。最後に僕、視聴者の皆さんにお礼は言いたいんやけど、なんとこのチョコマロチャンネル登録者200人突破いたしました。皆さんの高評価やコメントがすごい嬉しいんやで。めっちゃ動画作りの励みになります。これからも応援お願いします。頑張ります。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して僕とお友達になってください。よろしくお願いします。ではまた次回会いましょう。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。